こんにちは、こんばんは。はじめまして、りなです。はい、今日はですね、ローソンでちょっと、高めの、フローズンをですね、買ってきたので 紹介したいと思います。はい、今回は、フローズンパーティーというシリーズの、ストロベリーを買ってきました。はい、それがですね、こちらです。じゃん。はい、こんな感じなんですけど、今これ、食べたことある人は知ってると思うんですけど、ちょっとわざと溶かして食べるやつなんですけど、で、本当は電子レンジでちょっと数秒くらいチンして食べるんですけど、ちょっと放置しておけばいいかなと思って、冷蔵庫じゃないか、冷凍庫から出して、ちょっと、10分ぐらい放置してたんですけど、ちょっとどうなんですかね。ちょっと開けてみたいと思います。これでもしまだ溶けてない、スプーンが刺さらないなっていう感じだったら、ちょっとレンチンしていきます。 ということで、開けたいと思います。ということで、中身がこんな感じですね。じゃん。いやー、めちゃくちゃうまそう。 しかし、多分スプーンじゃないか、ストロー刺さらないですね、これは。値段が330円ですね。はい、なんでちょっと高めですよね。コンビニのなんていうか、コンビニというかデザート食べようって考えたら、コンビニですね。コンビニのデザートからしたら結構高めですね。でもコンビニの、スイーツって結構美味しいんですよね。スイーツというかデザートか。結構美味しいですよね。なんかスーパーの、全店舗じゃないと思うんですけど、シュークリームより、コンビニの100円ぐらいのシュークリームの方が、ダントツに美味しいって個人的に思ってるんですけど、はい、なんで結構コンビニのデザートって安いのに美味しいイメージありますよね。関係ない話なんですけど。でもこれはね、330円なんで結構高いですよね。はい、ということで、ちょっとストローぶっ刺してみたいと思います。あ、まだだいぶ凍ってた。 はい、ということなので、レンチンしていきたいと思います。はい、ということで、レンチンしてきました。ちょっとチンしすぎちゃったかなーっていう感じもするんですけど、こんな感じで刺さるようになりました。ということで、混ぜるのかな、これ。ちょっと潰して食べてみたいと思います。はい、ということで、だいぶね、ストロー上の方まで来ちゃったので、食べたいと思います。いただきます。いやー、とりあえずめちゃくちゃ美味しいですね。こういうのって個人的な意見なんですけど、本物、デザートのいちごって、お菓子とか、飴とかのいちごの味と、本物のいちごの味とか、本物のオレンジの味と、人工的に作られたオレンジの味とかって、違うじゃないですか、味が。で、その飴とかのいちごの味って、好きなんですけど、やっぱりこれだって思うのは、こういう本当に本物のいちごの味を感じるものが私好きなんですけど、これは本当にいちごの、味、いちごがそのまま入ってるんで、そうなんですけど、当たり前なんですけど、本当にいちごを感じる味なので、
はい、こんな感じですね。ちょっとぐちゃぐちゃにしちゃったんでなんかちょっと汚いかもしれないですけど、はい、いやー、これいいですね。まあ、よく考えたらなんか31とかロッテリアとかに売ってるフローズンを買うっていう考えだったらそんなに330円って高くないですよね。しかもね、結構立派な感じなので、はい、ちょっとね混ぜながら結構溶けてきちゃいましたね。はい、まあ本当にまあ見た目通りの味っちゃ見た目通りの味なんですけど、いやー、それがまたいいっていう感じですね。はい、夏、暑い夏ね、これめっちゃいいですね。暑いって時に、はい、まあ高いんで頻繁には買えないんですけど、はい、まあちょっとしたねご褒美とかそういう時に食べたいなっていう味ですね。はい、うん、今じゃな、最初この上の部分だけしか食べてなかったんですけど、この下の部分の味がまたなんというか本物のいちごの味って感じで、こうしかも下の方が味ちゃんとこう味が濃いんで、こう若干優しい味と、まあ、ふわふわ系の味で、これもそんな甘みなんだろう抑えられてるんで、まあ、結構甘いものが苦手っていう人でも飲みやすいんじゃないかなと思いました。はい、ということでね、今から、はい、美味しくいただきたいと思います。はい、まあ、ちょっとね高いんでこう手軽には食べれないかもしれないんですけど、今日食べたいなみたいな、ノリで買える食べ物じゃないかもしれないんですけど、はい、まあ、もしね機会があったらぜひぜひ美味しいので食べてみてください、ということで、今日の動画こんな感じで終わりたいなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画がもしもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上りなでした。さよなら。